はいどうもひこまです。今日は軽い折りたたみ傘の紹介です。前にアマゾンでこれを買いまして、とても軽くていいんですよね。で、耐久性を知りたいのでしばらく使ってからレビュー動画撮ろうかなと思ったんですけど、そんなに使うもんでもないのでそのまま動画を上げることなく終わってしまいました。広げますとそこそこの大きさがあっていいです。閉じればそこそこ小さいです。で、水を吸い込む生地のね、この袋もとてもいいです。これは別売りです。これは500円ぐらいかな。これを使って濡れた状態で電車内なんかに入るのははばかれるじゃないですか。そんな時にはこれにスッと入れます。これに入れてしまえばおそらくバッグの中に入れても大丈夫だと思います。ちょうどいい大きさなんですよね。大きめの折りたたみ傘じゃ入らないかもしれないです。で、折りたたみ傘に関してはこれでいいかなと思っていたんですけど、新たなものが現れました。それがこちらです。超ミニマムです。重量なんと 80g。すごいですね。最軽量カーボン傘 84g です。5本骨。雨の中で目立つように明るい色を選びました。黒とかもあったんですけどね。本来は目立つ色の方がいいです。ドライバーからの視認性が良くなりますからね。安全を考えると明るい色です。本当は黄色とかでいいんですよね。で、今やっと開けれます。レビューするためにね、開封せずに撮っておきました。ちなみにこの間のアマゾンのプライムセールで2500円ぐらいでした。あ、傘の袋もついてます。超軽いです。これなら常にねバッグの中に入れておいても全然大丈夫。これでも大丈夫かなと思ったぐらいですからね。これならもっと大丈夫です。ではちょっと広げてみます。問題は大きさですよね。80センチだったかな。おお。全然問題ないですね。体はすっぽり入ります。まあ横殴りの雨だったらダメですけど、上に関しては全然大丈夫。こっちの傘は85センチぐらいなんじゃないかな。ちょっと重ねてみます。いや、同じぐらいだな。ほとんど同じですね。こっちの骨が6本でこっちは5本です。多分骨は多い方が頑丈だと思います。中はこんな感じです。特に目立ったダメなところはなさそうです。まあこういうのは後で気づくもんなんですけどね。そう思ってると動画はアップロードしなくなっちゃうので今撮影しています。骨の感じはこんな感じです。メイドインチャイナです。素材は 100% なんて読むんだろう、これポリアミッド。ちゃんと縫われてます。畳むときはこのペナペナのところを押します。ポチッ。シルバーのところが曲がるんですね。こんな感じです。曲がってます、曲がってます。かなり酷使しそうなんで耐久性には気をつけたいところです。長期間使ってみないと分かんないところがあれですけど、とりあえず大きさ的には問題なしです。軽さも超軽いです。非常に悪くないです。これ一つあればね、多少の雨はしのげますからね、安心ですよね。ポケに入れとくといいと思います。この軽さはすごい。もちろんこの中に余裕で入ります。なるほど、高さ的にはそんな変わらないですね。ほぼ一緒です。なもんでこの中には超余裕で入ります。ぴったりです。軽い。というわけで超軽量な折りたたみ傘でした。これはいいものだ。